最初は、これですね。倒壊しない壁量ってどれくらいかっていう話をしていきたいと思うんですけど、まあ、これそのままですね。どれぐらい壁入れといたら壊れないんだっていうのを、ちょっと感覚的に、ご理解いただこうかなと思ってます。で、まず、今適当に四隅に入れちゃいましたけど、だいたいこの 8P×6P ぐらいで、これぐらいだと、まず壁量足りてるかなっていうのをちょっと見てみたいんですけど、まあ、ここの設定の壁量計算ってやると、お壁量足りてるかって出てきます。まあ、仮に軽い建物だとして、46畳の壁を見てみると、1階は足りてないですね。必要に対してこっちが存在なんですけど、まあ、一方向4枚じゃ足りないってことですね。まあ、これ1を超えたら、基準法を満たしてるってことなんですね。なんで、1階は今0.79ぐらいなんで、足りてないですね。その代わり2階は足りすぎてます。1.5倍入ってるというのですね。で、ちょっとこれ調整してですね、もう基準法をギリギリ満たすぐらいの壁にしちゃいたいと思うんですけど、じゃあ例えばこれ1階にまた505班の壁を、まずは X 方向に2枚入れて、で、Y 方向にもこれ2枚出してみると。で、再計算すると、ちょうどギリギリぐらいですね。足りたなというので、1階は OK です。で、2階はちょっと入れすぎなんですけど、まあ、これ1個抜くとバランス悪くなっちゃうんで、とりあえずこのまま、ちょっと2階の方が耐震性高いという建物で計算していきたいと思います。で、まず、これ、重量設定ですよね。重量は、ここで重量設定をして、もう簡易重量設定のこの軽い建物というので、設定しちゃいたいと思います。まあ、そうすると、まあ、大体構造計算で想定しているような重量になるというのですね。はい。で、もうこれ、いっぱい使われている方はよくご存知だと思いますけど、こう計算実行とやって、で、こう地震動で揺らすということをしてきます。で、ごくまれ、まれとかありますけど、まあ、ごくまれが基準法の大地震に相当しますんで、ちょっとこれで揺らしてみたいと思うんですけど、まあ、計算開始とやると、計算が始まります。まあ、これ一番早い25倍速で今回ってますけど、こうバージョン5からですね、かなり計算早くなって、もうこれぐらいで終わっちゃいます。で、見ると、だいたい、まあ、X 方向に今入れましたけど、166ミリ、まあ、16、7センチ変形してるということですね。まあ、20分の1超えちゃってますんで、ちょっと、基準法満たしてる割には大きい変形になってるかなという感じします。で、Y 方向もちょっと揺らしてみます。ここを X とこれ Y にすると、また Y 方向をこくまれで揺らしてるというのですね。ここに出てるのは、ちょっと後で説明しますけど、荷重と変形の関係で、まあ、この横軸が何センチ変形したかっていうやつですね。で、Y 方向も、まあ当たり前っちゃ当たり前ですけど、同じぐらい。160から170ミリぐらい変形してるという結果になりました。で、じゃあこれ、今やって分かったことは、基準法ギリギリだと、まあ大地震では
倒壊しない、基準法ギリギリでも地震では倒壊しないということがまず分かったんですけど、じゃあこの極まれとか大地震って言ってるのって何だっていう話をちょっと最初にしたいと思うんですけど、これ結構重要で、まあ、これ耐震設計のもう基本なんですけど、まず一つは、これ別に木造に限らず鉄筋コンクリートも鉄骨も一緒です。まず中地震で損傷しないというのが求められてます。まあ、中地震は何だという話を後にしておいて、まずこれが重要ですね。で、大地震で倒壊しないと、まあ、この2つを満たすというのがこれ耐震設計の基本です。でこれ決まったのが1981年ですね。新耐震って言われてますけど、この2つを守ってくださいというのが1981年に決まりました。でじゃあそれまでどうしてたのかっていうと、これなかったんですね。この大地震の検討っていうのがなかったんですけど、もう1981年でこの初めて大地震っていうのが増えました。まあ、地震、まあ、それまでいろんな大きな地震があってこういうのが必要だというので、まあ、付け加えられたわけですね。じゃあ中地震ってどれぐらいの地震かっていうと、これ50年に1回建物が経験するような地震の大きさです。まあ、50年なんで、まあ、建物が建ってる時に1回経験するかどうかぐらいの地震ですね。まあ、最近地震多いんで結構揺れてますけど、まあ、大体それぐらいの地震です。で大地震っていうのは、これは500年に1回起こるかどうかっていう、起こる地震ですね。なんでこれはもう建物が遭遇するかどうかはちょっと怪しくなってくるぐらい大きい地震です。500年前っていうと、ね、まだ関ヶ原もの前ぐらいですんで、相当前なんですけど、まあ、そういう地震なんで結構大きいってことですね。地震だということが、まあ、これ基本です。こういう地震に対して損傷しない、倒壊しないというのが求められてます。で具体的にじゃあどれぐらいの大きさなんだっていうと、これすごく分かりやすくて、大地震っていうのは建物重量の 100% の大きさです。まあ、つまり建物をこう90度ひっくり返し、横にして建物が倒壊しないっていうのが、これ新耐震で求められている。まあ、100% ですね。まあ、つまり 1G ですね。1G 横にかかっても壊れないっていうのが大地震の大きさです。で中地震はそれの5分の1です。そんな簡単でいいのかって言うんですけど、まあ、これ 20% ですね。だ建物の 20%。 よく C0.0.2 ってグレーボンとかで設計すると思うんですけど、それですね。0.2 倍の大きさで損傷しないっていうのがこの一つ目です。でこれは基本なんですけど、でこれちょっともうちょっと噛み砕いていくと、建物重量の 100% ってさっき 1G って言いましたけど、まあ、重力ですよね。建物に入る力が 1G ってことになります。それに耐えろって言ってるんですね。でじゃあ実際どれぐらいの地震の大きさになるかっていうと、地震の揺れ、よく加速度何ガルとかって地震ちょっと詳しい方ご存知だと思うんですけど、加速度の大きさ、まあ、これは建物が揺れると当然こう大きくこう揺れますんで、だいたいそれが3倍ぐらいって言われてます。その地震が来て建物の真ん中ら辺が揺れてるのがだいたい3倍ぐらい増幅するわけですね。なんで、逆算すると地震自体はだいたい 0.4G ぐらい、まあ、厳密に言うと 0.33 なんですけど、まあ、0.4G ぐらいの揺れが、これはちょうど大地震っていうことになります。まあ、ちょっとこれ覚えておいていただくと後でご理解が進むかと思います。じゃあ中地震はっていうと、これの 20% なんで、
まあ、この5分の1ですね。5分の1の大きさになると。まあ、そういう地震です。まあ、なんで、結構ちっちゃいですね、中地震の方は。まあ、ウォルサットだとそう直接これで揺らせますんで、先ほど今、極生まれっていうので揺らしましたけど、あれはちょうどこの 0.4G の揺れです。で、ここでどういう地震動の大きさかっていうのが出てますけど、今これ20秒間でこれどう加速度が入るかっていうのをここに出してるんですけど、まあ、だいたい400ガルぐらいですね、0.4G ぐらいの大きさの地震動で揺らしてるんだということです。はい。で、今、倒壊しなかったんで、よかったんですけど、まあ、これ、極まれですね。極まれで揺らしてるんで、そんなもんだったんですが、じゃあ、ちょっともうちょっと大きい、JMA 神戸、これ、ウォルサット使われてる方、もよくご存知の波形だと思うんですけど、阪神・淡路大震災で記録された地震動です。で、これ見てみると、どれぐらいの大きさかっていうと、数値覚えてる方は3桁言えると思うんですけど、818ガルっていうのが最大です。つまり 0.8G ぐらいですね。で、もう基準法の2倍以上の地震動がこの JMA 神戸なんで、相当強い地震動ってことになると思います。まあ、先ほど500年に1回って言いましたけども、それをはるかにしのぐような地震動だって言えると思います。で増幅しますんで、建物に入る力っていうのはそれの3倍ぐらいです。なんで、800ガルだとすると、2400ガルですね。2.4G ぐらいの力がかかるっていうのが、JMA 神戸です。なんで、かなり大きいですね。で、まあ、その増幅がどれぐらい起こるかっていうのを、これ表しているのが、この上のグラフで、まあ、これなんだろうなと思われる方、いらっしゃると思うんですけど、だいたい2.5とかですよね。だいたい3倍ぐらい増幅して入るというのです。で、基準法の大地震はここに書いてある通りで、これ極まれにするとちょうどぴったり、だいたい 1G ぐらいのところにあるんですけど、神戸はそれをはるかにしのぐような地震動だということですね。じゃあこれで倒壊しない壁量ってどれぐらいなのかというのをちょっと見てみたいと思うんですけど、まあ、これ簡単ですね。JMA 神戸で計算します。そうすると、これ横軸が変形なんですけど、もう2900ぐらい、2600ぐらい行きましたね。で、もう倒壊してるってことです。建物が倒壊しちゃったよということになります。じゃあ、これ基準法の地震じゃ足りないかったなってことになりますね。まあ、当たり前っちゃ当たり前ですね。地震動として、基準法の大きさがここで、それをギリギリで設計してますんで、当然これを入れたら壊れるというのは、まあ、物理法則的にも正しい結果です。で、じゃあこれ本当にそうなのって、ジェメコブ入れたら壊れるのってみんな思われると思うんですけど、実はそうでもないんですね。全部壊れるってことはないです。なんでかっていうと、建物にその耐力壁以外にいろんな雑壁とかね、窓の上のとか下の木壁とかあるんで、まあ、余力って言われたりしてますけど、まあ、それが結構効いて、壊れない時もあると。全部壊れるってわけじゃないというのが、この JMA 神戸ぐらいの大きさです。2.5G ぐらいかかってるのに壊れないっていうのもすごいと思うんですけど、まあ、そういうオーダーだと思っていただいたらいいんですけど、まあ、ちょっとこんなごちゃごちゃ喋っててもあれなんで、じゃ実際、もっと建物仕様を実際に近づけてみようというので、まあ、これ一旦上書き保存しておいて、ここに、例えばサイディングとかですね、石膏ボードとか、木壁もちょっと入れていきたいと思うんですけど、まあ、これ壁、
2でですね、まずは石膏ボード、まあ、準耐力壁仕様、まあ、天井とか床には釘打ちしないというので、まあ、これすごく簡単です。5から石膏ボードあるエリアにこうやって入れると、もう自動でこう分割しますんで、で、2階も石膏ボード入れてきます。で、外壁も結構効きますんで、今度壁3でですね、サイディングもちょっとこう、2階と1階に入れてきます。こんな感じですね。で、これで見てみると、こんな感じになっちゃいます。こう壁だらけでこんな家ないんで、こう開口っていうのがありますんで、ここでその開口があるところをこう、穴を開けていきます。まあ、ちょっと今簡単ですけど、こう、南北に4つ、東西に2つっていう感じで、まあ、開口を開けていきます。こんな感じですね。そうするとこういう感じで、こう穴開きますんで、まあ、と壁多めですけど、まあ、こういう家結構ありますよね、最近ね。これぐらい、余力を見てみたらどうかというのですね。で、名前つけて、なんか、練習の余力あり。しますかね。じゃあ、これで、じゃあ、どれぐらい強くなったかな、みたいなのをやってみたいと思うんですけど、まずは、奥まれ地震ですね。で、X 方向を揺らしちゃいます。計算早くなったんで、こう、何回もできるようになったと思います。もう、結構見るからに、こう、強そうですよね。あんまり変形してないんで、さっき160ミリ超えてましたけど、こう余力を増やすだけで、60ミリぐらいまで、半分以下まで変形が収まってます。Y 方向も入れてみると、これ結果は同じぐらいになると思うんですけど、全然変形が収まってると。いうのがわかると思います。これでも大丈夫でしたね。で、じゃあ、問題のというか、こいつですね、800ガルの地震動。これで持つかなみたいなのもやってみると、やっぱりダメか、みたいなんで、壊れちゃいましたね。これ倒壊しちゃいました。なんで、余力を増やしただけじゃ、ちょっとこの基準法ギリギリだと、壊れちゃうっていうのがわかると思います。